探偵派リサーチャーサーキー。調査するのはきめ細かなオーダーに応えた設計で日常が楽しくなるホテルライクな注文住宅。とある住宅街にやってまいりました。今回調査に向かうのはこちらのお宅。調査対象はパナソニックホームズが手掛けたゆいの家。すごくシンプルに見えるんですが、中はですね、驚きのポイントいくつもございますので、それでは調査開始。高台に建てられた平屋のお宅、階段を少し上って玄関に向かいます。中に入るとすごい細長い土地を生かしたデザインの廊下から登場したのはこの家の主、富本さんご一家。30代のご夫婦と2人のお子様の4人暮らしです。自慢のご自宅紹介してください。わー、すごい空間ですね。これまたお家の中心部には広いリビングダイニング、天井や床などのデザインにこだわり、高級感あるホテルのような空間になっています。お料理をスムーズに食卓まで運びやすい設計のアイランドキッチンですが、お料理してないみたいに見えますでしょ。ここもう全然生活感なさすぎてそう、それを目指したんです。隠してるんです。あ、ここに入ってます。本当だ、一箇所にまとめてるんですね。はい、そうなんです。キッチン自体にも前後に収納を設け、徹底的にお片付けができます。土地が細長いんですね。あ、なるほど。細長くてもちょっとお家が広々と見えるように吹き抜けを用意してみたりとか。限られたこう敷地の中での空間力というのが一つポイントで、生活感をなくすための収納力、このちょっと2つをポイントに力を入れてます。普段は目につかないこんな特徴も。実はですね、省エネで災害に強い家になってます。屋根の上にはですね、太陽光パネル。収納なんですが、蓄電池が隠されております。沖縄の場合台風がすごく多いので、そういった災害時にも活躍してくれます。何かあっても安心ですね。富本さんご一家こだわりのマイホーム、理想の住まい実現の決め手はメーカー担当横田さんとの丁寧なコミュニケーションでした。うちの実家が実は横田さんが担当してお家を作ってくれたんですね。あ、2世代にわたって、はいはい、その信頼もあって、やっぱパナソニックさんにしようって形で決め手になりました。横田さんに、私はコンクリート調の壁紙にしたいのっていうと、コンクリートにはできないけどこういう風の壁紙があるよとか、いわゆるモノトーンの色が好きというふうにお伺いしてまして、実はこの床材、水回りでよく使うようなフローリング材なんです。はい、今回あえて床は黒を採用してます。私たちの希望をどうにか、でも無理なこととかそういうことはちゃんと言ってくれるので、心配して、こういった信頼関係成り立ってるのもいいですね。ということで、富本さん宅の映えは住む人と作る人の信頼関係。議論を重ねてできた家で、皆さんいい笑顔ですね。マイホームを作りたい皆さん、それぞれの夢の形があると思います。それを実現できるのは嬉しいですね。はい、お客様とはですね、末永くお付き合いができる家、ぜひ問い合わせお待ちしております。これにてパナソニックホームズゆいの家調査終了。